どうも豚ミルクです。プヒプヒ。さあおうち時間ということで外に出れないのでゲーム実況でやりましょうということで、僕はゲームできないんでやるのはこれ。今も野球もねやってないから野球見てよ。ついにプロ野球ファンの待ちに待ったミラントレース。いやまずはジャイアン、野球やってたんだよね実はね。さあペナントレース開幕です。ああ今セントラルリーグ公式戦記念すべき開幕戦のプレーボールがかかりました。やば、ヘルメの色が超リアルなんですけど。今シーズンどのような戦い方を両チームがしていくのかというのも注目です。とりあえずど真ん中いっちゃうよストレート。やばいやばい、ライトライナーつかんでまずはびっくりした、びっくりした、やばいんですけど。バッターは2番に入っている宮崎。2番宮崎とかエグくない？バッターを打ち取っています。わかるこれ、結構いい球ホール。これ実況でずっと喋んなきゃいけないわけ。あーいいカーブ。あっという間に2ストライクです。とりあえず1イニング見て、早送りしちゃうかもしれんけども、結構えぐくないバッティング。一応スピリッツってモードでやってます。ワンアウトランナー1塁です。ちょっと待って、撮影じゃないよ。ヒットでランナーを一塁に置いています。一発引っ掛けたいね。マウンド上菅野、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。いや菅野いいわ、まっすぐで好きなとこ打たせる。ちょっとやばくね。伸びていく、どうだ、入れます、入った、ホームラン。先制のツーランホームランです。ベイスターズ今シーズンの初打席で初ホームでしょうか。まあそうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で、バッテリーもそういった配球で、バッテリーもそういった配球で、やばくね、やばいって、やばいって。 DeNA、 あ俺梶谷一番嫌い、なんて感じしてる。だってねこいつね、ノック出ないの、ノック出ないの、めっちゃ高じゃない、高じゃない、なんだっけ、天狗。いいオーダーだな、パーラーね、注目はパーラー。やばいんだけど、振っていきましたが三振。ワンナントバッターを三振に仕留めています。インサイドを打ちました。これやっちゃうね、これやっちゃう、これ今年2000本かかってるからね。はい、落ちた。はい、梶谷ノックしてないから、梶谷ノック出てないから。ドン打ちました、流しました、これはラインギア、フェアです。まず一つ行け、まず一つ行け、まず一つ行け、サロカタヤ、サロカタヤ、バッカリと見極めました。いけんよ、智弁学園。はい、これは打てない、あ、やるね、なりませんでした。ヒットが出ればタペビーシャッケン、ねね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 、追い込みました。いいな、空振り三振、タイムリーとは目は何か。ここいいね、ここいい、こう攻めるよ。打ちました、おっと、よしか、よしか、ボールを拾って、これはどうだ、送ります。岡本が菅野、全然守備できない。さあ外してくるのか、ライト方向を流しました、これ一二塁間を破る。ジャイアンツ力のあるボールです。ストライクを先行、打ちました、ショート前に来る。やべえやべえ、ボタンミスターだけど、ボタンサードランナーホームインっています。さあなおもピンチが続きます。初球打ち、このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライ、ね、落としてきた、しかしバットは止まっています。見てろ俺の見逃しで三振を奪います。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧につないでいきたいですよね。そうですね。バッターは7番に入っている小林。お前好きなんだよな。インサイド打ちました。これはどうか。センターに抜けました。10割。打ちました。痛烈。これはセカンドライナー。打ちました。ああ、初球から行くもんじゃねえ。取った。一塁送球します。一塁。男はね、打たれたところにもう一球投げ込むんで、これ小学生にも見てほしい。
初球は際どいところに行きました。ストライクです。全部ここで行ったる。それぐらい強い気持ちないとあかんねん。そういうこと、そういうこと、そういうこと。でこれでフォーク来ると思わせて、同じとこもうちょっとね、こう見て、ちょっとインコースでこうボール球に投げるって低めボール、これ見せ球ね。こっからはもうこれでもこれでもこれでもいけんのよ。けど俺は選ぶこれフォーク。一番外ビッシーってとこ張ってっから。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。こうなってくるとね、次スリーボールにしたくないからストレート行きがちなんだけど、スライダーで外でもいいし、カーブ外でもいい。けど俺は決めてんの。同じよ。こローマ。ファウルになります。カットされた時は狙ってんのか打てなかったのか分かんないんだよね。こういう時はね、ボールになってもいいからちょっと一回外で見るの。ほら、これ手出してくるってことは外張ってるのよ。外だけにね。これもう絶対打ちました。これでいいのよ。セカンドこれでいいの。アウトしたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。ロペスはね、大体変化球弱いんだよね。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。大丈夫大丈夫。ここはバッター少々、これ踏んの早いってことはストレート狙ってるわけよ。さあキャッチャーどこに構えるか。ストレートって同じ速さでもう一回同じようなコースで落とした方がインコース落とし効果的なの。これはね、振ってないけど効果。次はまたここにフォーク来たら待つわけ。そこにこう速いストレート入れることによって、なんかバッテリー交差なってない。そんなに投げるよ、ね、打球自体はいい当たりでしたから、いい当たり。打たれるよね。セカンドの左抜ける。丸が追わないよね。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。ツーベース打たれちゃうね。バッターランナーは二塁まで進みました。ああ、次パワーある。その分ないんだよ。さあ追加点は許したくない。やばいんだよ。亀井の定位置なんだよ。この打球はフライになっています。取るんだよ、アウトなんだよ。スリーアウトなんだよね。ですよね。バッターからするとまっすぐを待って打つ。引っ張った配球になってくるかどうか。2000本を最年少達成させたい。インサイド落ちました。やっています。この回の落ちました。今のミスショットだ。ね、俺マジジョージマが一番好きだったかな。ライト方向を流しました。これはどうか。セカンド飛びつく。取った。アウト。スーパープレイ。消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は積極的にいってほしいですよね。そうですよね。ジャイアンツビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁して、まずは出塁して、まずは出塁してチャンス。3球目打ちました。これはどうか。詰まっちゃうなっていう。3球目打ちました。ライトライナー君のストレート。何も高め使わないんだよね。ノーボール2ストライク。打った。さあどうだ。ライトオーバー。高めリスクがあるよね。これで組み立ててくるのか。緩いの1球入れた後に見逃し。これね、同じコースから落とす。あ、やばい。3球目打ちました。ちょっと危ない。ちょっと危ない。ちょっと危ない。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。さあまず1球目打ちました。ショート取った。一塁へ送ります。坂本守備うまくなったよね。打ちました。痛烈。これはどう。セカンドの右抜ける。今のうまくね。これでようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。あ、今のミスター詰まりました。この打球はフライになっています。セカンドが落下点に入ります。とフライに倒れています。投げてこ。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね、インサイド落ちました。三塁線落ちてフェア。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ちゃうか。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。だてーん、だてーん、じじ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 じ。見てこれ、応援曲買ったの。課金でやつ。ちょっと調子乗りすぎちゃったよ。掴んでスリーアウト。はい、そうですね。うん、まずはワンアウトを取っています。ヒットになった。
打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これが今シーズンの初ヒット。されると難しくなって、ジャストミート抜けた、セカンドランナー帰れば追加点。から配球には十分注意が必要だと思います。おっしゃ、打ったショート正面抑えた、二塁アウト、アウト。くっそ、8回の裏ジャイアンツの、さあマウンドを任されたのはパットン。こっちも見極めながら甘い球を待つことでしょうね。このイニング反撃の痛烈、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。なんか一生打ってる気がする。これで3安打猛打賞。この打席は内野フライに打ち取られています。しっかり捉えた、抜けていった。一塁になるのが丸、まさに丸、カットも丸でマルチ、はい、ストレートわずかに外れてボール。ジャスティン、やべー、ワンバウンドヒットになった。同点のランナーが3塁を回った。セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ追いつきました。非常に期待がかかりますね。やべー、いけないいけない、ホームに送球、やばいやばいやばい、来てる、さんのサイン出しちゃうよ。残してグッと勝利を引き寄せたい、引き寄せたいですね。やべー、これは大きいぞ。落ちた、ヒットになる。二塁ランナー三塁を回った。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。際どいタイミングに、あ、見事な集中打ですね。うわー、小林が打ったらもう一本前に抜けます。サード投ということになりました。そうですね、本当に開幕投手にふさわしい投球ですね。打ちました、セカンドが取る、これとバッターボックスには代打、リードはしてますけど、ここで点を取られると流れが変わってくる。インコース打ちました、いい、センターへ抜ける。あ、ノーアウトランナー、バッターボックスには代打の細川。小宮山さん、なんとかしのぎたいですね。ストレート打った、サード正面取った、二塁はセーフ、一塁アウト。危ないよ、まあ、勝負強いバッター迎えてますから、チングをすることですね。その警戒バッターボックスです。よっしゃ、ここは投げ勝ちました。打った、掴んだ、一塁アウト。これで3アウト、3点差守りきり、試合終了です。ジャイアンツが見事勝利を収めました。赤星さん、大事な方さあ、ということで勝ちましたやったぜ。それではまた次の動画で会いましょう。レッツジャイアンツ。これでマルチヒット。